浜野翔平は、日本の柔道家。戦前の明治神宮競技大会や、全日本選手権大会で選手として活躍し、後には、大阪府警察名誉師範や大阪柔道、連盟会長等を務めるなど、大阪柔道会の重鎮として知られた。現在の香川県坂出市に出生し、幼少時代は、地元香川に伝わる、無造流の柔術を学んだ。 坂出で商業時代に、吉本貫次より、柔道の手ほどきを受け、卒業後は上京して、明治大学法科専門部へ進学、後には大阪外国語学校品ごにも通った。この間、明治大学で、三船急増に指示したか行動官を呼び、第二本部特会で、長岡周一、佐村海一郎両藩士の指導を仰ぎ、1917年9月付で、 行動館入門。翌18年1月に初段、続く1919 19年1月に2段、1年を置いて1921年1月には3段に、劣勢られている。2段位、3段くらいでも希少であった当時、浜野は卒業後1922年4月より1925年3月まで、官立大阪外国語学校にて師範を務めたほか、 同じく22年11月より、大阪府警察部柔道教師、1925年10月より、旧正史上縄手中学校、以後も1928年4月府立園芸高校、1930年4月、大阪貿易学校、1940年、管立大阪高校等の柔道師範を兼任し、さらに、西の行動館と言われた、校歌会では、 主席理事として多くの弟子の養成にあたった。この間、1928年1月には5段となって、同年5月に柔道教師の称号を排除、1938年2月には7段まで取得している。一方で、自身も現役の選手として活躍し、3段位にあった1924年11月の明治神宮大会では、 大阪代表で青年組の部に出場して、総大出身の二宮総太郎、高崎正美と共に、決勝リーグ戦に進出。また、1937年10月には、第7回全日本選手権、大会専門青年前期の部へ、第5区から出場し、初戦は、不戦勝、準決勝戦は、岡本金次郎五段を、合わせ技で下し、決勝戦では、 相撲出身で中野昭三の愛出しとしても知られる須藤金作六段と選手権獲得をかけて接戦を演じ、最後は須藤の左背負い投げに敗れたものの準優勝という成績を残した。このほか全満州、全大阪の対抗試合と全台湾、全大阪の対抗試合にそれぞれ二度ずつ出場し、全京都、全大阪や全熊本、 全大阪の各対抗試合では、大阪法首相として活躍している。浜野は、身長167センチメートル、体重73キログラムと金星の取れた体格を持って、立っては、そう足払いや、小外刈りといった足技に加え払い腰や恩師、長岡譲りの横捨て身技を得てとし、また、 天神史に洋流の戸張滝,滝三郎の下で柔術を修行しその奥義を極めていた関係で寝技にも長じた。終戦直前の1945年5月に8、段位を隠居。戦後、太平洋戦争により、焦土と化した祖国を憂いた浜野は、日本の再建と世界平和への貢献のためには、柔道の復興以外にあり得ないと考えて、大阪の焼け野原に、 ニュージャパン柔道協会を立ち上げ、以前にも増して、その道の普及、振興に尽力。新たに、大阪税関柔道師範に就任した他1951年7月より、大阪府柔道連盟会長を務め、戦前から師範を務めた大阪警察では、広瀬岩尾や伊藤徳次、市場縄手中学校時代の自身の教え子でもある、山本博士らと共に、 定年退官する1964年までの長きに、渡って警察官の指導に汗を流した。これら柔道界への多大な貢献が認められ、1958年5月の可能市判20年祭では球団へ商談しや顔を許されている。また、1950年代以降の柔道の国際化に伴い、1956年に、 1> 第1回世界選手権大会が開催され1964年の東京五輪では初めて柔道競技が採用されるなど、国際試合の数が飛躍的に増え始めると、浜野は全日本柔道連盟国際試合選手、協会委員会の第3代委員長を任せられ、全国レベルでの選手育成という重責を担うことに、これに応えるように1965年の世界、 選手権大会で4階級のうち重量級を除く3階級を制覇、続く1967年大会でも6階級のうち重量級を除く5階級を制覇、そして1969年大会では、ついに全6階級制覇に導いた。続く1971年大会では、重量級を失ったものの5階級を制し、 引き続き柔道を家芸としてのメンツを保つことができた。しかし、柔道競技が二度目の採用となる1972年のミュンヘン五輪で日本選手団は6階級のうち軽い3階級で金メダルを獲得したものの、軽重量級、重量級、無差別級の3階級で惨敗を喫したため浜野は全従連協会委員長として非難の的となり、 その責任を取る形で協会委員長のポストを広瀬岩尾に譲った。後日、絶対優勝を確信していた、計重量級の笹原富夫の取りこぼしが残念だった、と語っていたという。協会委員長を辞してからは、1973年2月にソビエト連邦政府の要請を受け、74歳という、高齢ながら氷点下30度の玄関の中で1ヶ月にわたり、 ソ連各地を回って、柔道指導を行った。この頃のソ連柔道は、伝統の格闘術参歩を土台としたもので、それまで日本からの指導者を受け入れたことはなかったが、教会委員長辞任のニュースを聞いて、突然浜野を招兵したい旨の連絡があったという。ソ連指導の翌年、浜野は1974年4月29日に、脳血栓症のため75歳で死去。帰国後も、 ヨカを見てごが滝を相手に、精力的に戦い、その腕前は、素人の息を遥かに超えて、関西キーにより五段位を受けるほどだった。読み書きにはメガネを使わず、柔道で鍛え上げた体は、死の直前まで健康そのものであったと周囲は語り、死の急性には、驚きと困惑を隠せなかったという。5月17日に因縁ある、ニュージャパン道場において取り行われた。 国別式には1000人以上が駆けつけ、参列者たちは大阪市天皇塾に今日構えて、府警市範や府柔道連盟、近畿柔道連盟で長く会長を務め、戦後の大阪の地に柔道の土台を築いて、日本国政府からは訓四等も受賞した浜野のそれまでの尽力と活躍に思いを寄せた。なお、行動館大阪国際センターには、 現在もその功績を称え銅像が飾られている。ありがとうございます。